芳根さんは一人飲みはされる方ですか？します小料理屋さんとか焼肉屋さんとか結構一人で行って、はい、飲んだり。焼肉屋さん、はい、一人挑戦しやすいのかなっていうことを学びました。勉強になります。ありがとうございます。普段の芳根さんは一人飲みはされる方ですか？します。そうなんですね。しますね。あの家族で飲むことが、まあ、日常で一番多いは多いんですけど、全然一人でもあの飲むの好きで、小料理屋さんとか焼肉屋さんとか結構一人で行って、はい、飲んだり。焼肉屋さん、はい、一人で焼肉屋さんも行きます。かなりの一人エキスパートでいらっしゃいますね。エキスパートですかね。全然なんかフラッと行っちゃいますね。あ、じゃあ、はい、今回の撮影ではちょっとそれ最初その時思い出しながら演じたみたいなとこあったんですか？はい、そうですね、まあ、でも今回はその初めてのっていうことでこう緊張しながらっていうことだったんですけど、まあ、でもあのそのセットがすごく、あの居酒屋さんがセットだったんですけど、すごくリアルで。わかります。で、そうですよね、うん、なんかこう一人で入るには確かに外観はすごく勇気がいるセットなんだけど、うんうん、でも入るとすごいあったかい世界が広がってて、なんかすごく自然と、あ、こんなお店あったらいいなって思いながら撮影をしてました。うん、すごく撮影楽しかったって伺いましたよ。はい、もうすっごい楽しくて、本当にもうなんだろう、セットがもう本当にその世界が広がってるので、もうお客さんもワイワイしてる感じなんですか？そうなんですよ。なのでもう飲みたいねって言いながら本当にビールが飲みたくなる空気の中で本当に撮影させてもらえて楽しかったです。うん、そうなんですね。ということは芳根さんが一人飲みをされる時もこの CM の感じみたいに、はい、皆さんお客さんとかこう対象とかとコミュニケーションを楽しんだりされてるんですか？はい、あのカウンターの時はあの話しさせてもらったりするんですけど、私がちょっと人見知りがあるので、そんなにこうお客さんに私から話しかけに行くってことはなかなかできなくて、やっぱお店の方とよくお話ししながらおすすめのお料理だったりお酒だったり出してもらってっていうのが多いですかね。そうなんですね。はい、楽しそうですね。そして、まあ、はい、松下さんの方は、はい、まあ、CM のバージョンとしては芳根さんとは対照的な感じで、もうすでに常連のお店があってそこに久しぶりに行くっていう内容になってました。はい、逆に松下さんはもうそういう常連のお店はお持ちですか？いや、僕だけ今お話聞いててめちゃくちゃ憧れます。僕一人でこうフラットみたいなのって実はあまり経験がなくて。そうなんですよ。なんですけれども、今回この CM の中でこうおかみさんとか大将の方が、あのおかえりって言ってくれたんですよね。なんかそれだけでもめちゃくちゃキュンとして、あ、こんなお店が家の近所にあったら毎日通うなっていうぐらい、すごいこうあったかいセットの空気感の中でやらせていただいたので、ちょっとなんか伝授してください。なかなかこう一人でこう、え、フラッと入られるんですか？素敵だなと思ったお店にフラッと一人で。そうですね、まあ、でもすごい勇気はいります。最初初めてのお店は。そうですよね。だから初めてのお店はなんか母連れて行ったりとかしちゃいます、まず1回目は。あ、なるほど。で1回友達だったりとか2人でまず行って、こうつながりをあのお店の方とこう顔見知りになった上でだと1人挑戦しやすいのかなっていうことを学びました。勉強になります。ありがとうございます。